でも楽しかったので大丈夫でした。平八さん結婚してありがとう。こんばんは。とっちゃんぶーさんかわいい、ありがとう。あ、リリーベ楽しかった。うん、いいね。私もリリーベいつか参加したいな。イエポンタさん、ココア、ありがとう。とっちゃんぶーさん、ハート、ありがとう。ゆずきちさん、だるま、ありがとう。いもやもきちさん、ハート、ありがとう。TY さん、ハート、ありがとう。おしんさん、だるまさん、ありがとう。かぎさん、だるまさん、ありがとう。ならじさん、だるまさん、ありがとう。みく、ありがとう、ありがとう。まいちゃん、ハート、ありがとう。クックさん、かわいい、ありがとう。かぎさん、ハート、ありがとう。昨日話したいことあったのに話せんかったからコメントで書いてもいい？いいよ。なんだろう。いいよ。あ、お誕生日おめでとう。ありがとうね。嬉しい。ありがとう。わざわざ配信で言ってくれて。ありがとう。ダンスさん、だるまさん、ありがとう。可愛いのに色っぽい？え、照れちゃう。ありがとう。いや、ボトさん、ハート、ありがとう。翔吾くん、結婚して。ありがとう。リオさん、猫ちゃん、ありがとう。そう、昨日ね、帰ってきたのが、11時50分ぐらいだったから、もう、ギリギリの配信になって、全然ね。全然配信機能できなかったので。みんなも着いたのギリギリだった？お家とか。ありがとうね、大阪。お話し会来てくれて。ほんまに楽しかったんよ、昨日。なんかもう喋りすぎて、うわーって声出しすぎて、喉枯れるかと思った。最後らへん。喉枯れそうだった。ネシさん、かわいい、ありがとう。ケイスティンさん、ハート、ありがとう。ねえ、え、今日も雨だったね。そう、え、そう、なんか、今日も、あ、ありがとうね、昨日。なんかね、ちょっと外での撮影をする、今日したんですよ。ちょっとした。そう、で、予報が広島天気、あんまり良くなくって、前日とかは 90% だったのかな。なんか、全然天気予報めっちゃ雨で、今日の予報も昨日の時点で。で、せっかく外で撮影ってなってたのに、嘘でしょって思ってたんだけど、晴れました。晴れたかな？うん、全然雨降らなかった。よかった、本当に。やっぱ、晴れ女なんかも。私晴れ女なんか。雨女に見せかけて晴れ女なんかも。ね。結局ザーザー降りになることなくって感じだった。よかった。昨日チケット扱いになっちゃった。ね。15分できんかったけん。そうですね。ひなさんと同い年です。うん。ひなさんとりねたんさんと同い年。ありがとう、通称。え、指先と連連見てるよ、アニメ。あのね、指先と連連ね、漫画から見てるんよ。漫画が好きで、もともと指先と連連。そう。で、最近アニメ化されたよね。そう、それがもう、え、アニメ化されんの？って思って嬉しくって。そう、見てるアニメも、面白い。指先と連連っていう少女系のものの作品なんですけど、めちゃんこ面白いです。アニメ化された、最近。ありがとね、晴れ女かも、私本当に。そう、 2.5 キロ撮影だった。ありがとね、いっぱい手伝いしてくれて。いや、こちらこそありがとう。そう、実は逆、昨日も雨降らんかったね、本当に。実はね、確か21歳が21歳から晴れ女、あ、言ったじゃん、超晴れ男で。そういうことか、みんなが晴れ男だ、晴れ男とか晴れ女だった説。あずみんは雨だけど、
や、それはね、ある。それか、私は雨女だけど 2.5 期の中に超絶晴れ女がいたかっていう説も、まなきにしもあらずですが。あ、タワーだ。待ってよ、てれいさん結婚してありがとう。ひろちさんハートありがとう。あ、しんこさんタワーありがとう。昨日ありがとう。そして改めてお誕生日おめでとう。ありがとう嬉しい、ありがとうね。昨日本当に本当にありがとうありがとう。もう楽しかったです。余韻ひたひた。またいっぱいゆっくり話そうね。ありがとう。ヘチリーさんハートありがとう。え、モチベめっちゃ高まってる？じゃあそのモチベでたくさん、もっと高めちゃうモチベ会いに来てください。ラブリンコラブリンコしよう。ラブリンコラブリンコくまたかさん、だるまさんありがとう。しみこうさん、だるまさんありがとう。ひげめがねさん、ハートありがとう。こうたさん、だるまさんありがとう。そう、え、いいよね、いい話。ひげめがねさん結婚してありがとう。え、食べたわ昨日。でもイカ焼きね、食べれんかったんよ。イカ焼きはね、食べようと思ったら売り切れ、売り切れてたてかもうなくなっちゃってて、イカ焼き。そう、どんなのだったんかね、ちょっとね、私もね、見れてないんですよね、中身自体。でもね、たこ焼きと肉まんと、あの551のちまきとシューマイは食べれました、昨日。そう、ちまきとかは食べれた。え、大阪だけの味だけど昨日幸せすぎて広島も行きたくなってる。え、ぜひ来てよ広島も。次のあの直接お話すか、広島だから来て、待ってたい来てほしい、話したい。そう、お姉ちゃんからね、シャネルの、そう、香水プレゼントでもらった。そう、昨日帰ってきて、そう、4分ぐらいの配信の中で、あのめっちゃ急いで開けたやつ。広島日曜だけですね、私は。うん、日曜だけだった。そう、え、めっちゃなんかさ、帰って、あのあれ、帰ってじゃないわ、あの終わって配信、その後にお姉ちゃんとつけたんですよ、香水。シュッシュッて。めっちゃいい匂いだった。うん。え、確かに次のリアルお話し会、お姉ちゃんにもらった香水つけよう。え、つけたいな。イカ焼きね、え、わかんない。でも全員分なかったのかな、イカ焼き。だいたいなんか全員分置いてあるイメージあるんですけどね。あのなんだっけ、差し入れ、ケータリング的なのって。私も食べれなかったんよ、イカ焼き。最後でも全部終わった後に、そう見たらもうなかったですね。後半組だったので。そう、え、チェリマホ知ってるよ、見たことある、チェリマホお母さん好きで、お母さんにおすすめしてもらってみたいいよね、チェリマホ、あれはいい。あ、ひざらめん時期届いた、よかった、ありがとう、大切にね。え、広島
そうなの？まだ行けるかわかんないの？お話し会も来てよ。話したい。香水はありですね。うん、香水指定はないから広島つけるね。お姉ちゃんにもらった香水。え、匂うのかな？あのあれ越しにこれ越しに匂うのか。わかんないけど。確かに。クンクン。みんながクンクンしに来る。広島つけるから広島も会いに来てください。二人分食べた人、二人分食べた人いるんかな。いるんかも。誰か私の分食べたんかな。イカ焼き安住の時間、リクローチさんのチーズケーキあった。え、なかった。リクローチさん、リクローチさんもあったの。すごっ。大阪のケータリングてんこ盛りやん。てんこ盛りやてんこ盛りやてんこ盛りすぎるな。でも、ね、私551のことさ、ココイチって呼んじゃうんだよね。理由があって551のことココイチって呼んじゃう理由。めっちゃ前に話したかな。なんかね、あのパセリさん加入して本当にすぐの時、加入して1ヶ月も経たんかわかんない、そんぐらいの時にパセリさんの配信見てたんですよ。そう、なんかパセリさん配信してて、なんかパセリさんの配信をポンって飛んだんですね、パセリさんの配信に。そしたらパセリさんがパセリさんの多分大阪にいたのかな、その日お仕事で。大阪にいて、多分パセリさん大阪のホテルかなんかで配信してたんですよ。で、その配信のさ、このコメントがあるじゃん。コメントにめっちゃ551食べたらみたいな、551は551551って551ってものがすごい並んでて、でその時私551知らなかったんですよね。でだから551と思って、551って何なんだろうと思って、ココイチかな。ココイチのことをパセリさんのファンの方は551って読むのかなと思いながら、ずっとココイチだと思ってて、そう、だったら、そういう暗号的な、なんか、別の読み方があるんだと思ったら、551、ココイチって読むっていう。たら、大阪の、そう、551ってお店だったっていうのを、後々知ったっていう。だからね、551って見るとね、ココイチって読んじゃうんです。一回読んじゃったから、ココイチって。そう。あ、昨日初めて長い間、あずみ見たけど。え、驚かった？嬉しい！え、会えて嬉しかった、昨日。ありがとね。会いたかったけん。ありがとう。でも、イカ焼き食べたいなぁ、そのイカ焼き。あ、はじめまして、ありがとね。え、昨日本当にさ、初めてさ、お話し会も通常も来たよって方は結構たくさんいてくださって。公園では、あ、見かけ、お見送りとかで、お見送りとか公園で、見かけてる、見かける、知ってる、顔って方が、でもお話し会は来たことないよ、みたいな方が、今日はね、今日じゃない、昨日か、通所とか、たくさん来てくださってて、めっちゃ嬉しかったです、個人的に。嬉しいと思って。おめでとうって言いに来てくれた、いろんな方。こんばんは。そう、関西圏ないと。いや、そうだね。だからそう、知らなくってね、551。ココイチ。ココイチって読んじゃう。恥ずかしい。ココイチって言っちゃうから、551のこと。一番恥ずかしいよね。読み方が。読み間違いが。一番恥ずかしい読み間違い。ココイチって読んじゃう。私昨日お見送りじゃない、お話し会って私やったんよ。
551の話したくって、あ、551食べたよって、なんか大阪なんか食べたみたいな、美味しいもん食べたみたいな話になって、551食べたよって言いたかったんだけど、ココイチ食べたって言っちゃって、ココイチ間違えたと思って、あ、551って言って言っちゃった昨日、ココイチ食べたよってもう恥ずかしい、染みついちゃったよ、そう一回そうやって読んじゃったから。ねえ、あ、はじめましてさ、おめでとう言うの忘れてます。でもそういうこと多かったおめでとう、あ、それぐらいに、あ、おめでとうみたいな感じで、うん、ついついおめでとう忘れちゃうって、嬉しい、本当にもう本当に嬉しい、会いに来てくれて嬉しかった、もうとってもとっても昨日別の現場のお幸せ民実況私も作ってて言われましたか、知ってますよそれ知ってますよ、なんかどっかで見た、安住絶景だけにしてください初めて歌う、歌った、初めて歌ハッピーバースデーソング、そう昨日は楽しかった本当に、そうカレー食べた大阪まで来てココイチ行ったことになっちゃう、いやびっくりしてたもん、ココイチって間違えて言っちゃった時、ココイチその子もびっくりしてた、ココイチって、あ、551の蓬莱っていうよね、蓬莱ってあってるのか、551蓬莱、通称初めてだったね、嬉しかった、そして今日は皆さんにっていうか配信でね、ちょっとねお見せしたいものが、じゃん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 、じゃーん、見てください、事務所に届きました、これ整体院の皆さん、ファンの皆さん、お花ありがとう、見てめっちゃ可愛い、これ開け、ちょっとさ、これこのリボンが可愛くってさ、開けられんのんだよね。そう見て、今日そう届いて、今日事務所行ったのでもらってきました。お花ありがとう、本当に皆さん、メッセージも読むね。あずみ、21歳のお誕生日おめでとう。この1年がさらに飛躍できるように、あずみんちファンと一歩一歩共に歩んでいこう。みんなあずみんのこと大好きだよ。岡田あずみ生誕院一同より。嬉しい可愛いよね、めっちゃ見て、しかもさ、これ見えるかな、ここがね、なんかね、あの風船みたいな、なんかバルーンみたいな感じになってて、中にお花が入ってるので、ここも全部お花で、下までぎっしり、これ出した方がいいのかな、お家で飾るときって袋から、でもさ、このさ、リボンが可愛すぎてさ、出せないんだよね。出した方がいいかな、これって。どっちかな、袋から。あ、確かにスクリーンタイムしよう。一回まあ、袋開けずに、これで。でよ。こうか。飾るときは出そうかな、
これかちょっと出してみる、これこの、かわいい、本当にかわいい、嬉しい、ありがとう、本当に本当にありがとうございます。もう幸せ者よ、ありがとね。わー、すごいよ。こんな感じになって、どうなってるんだろう。なるほどね。あ、じゃあこのまんまの方がいいのか。かわいい、めっちゃめっちゃかわいいよ。どうなってるんだこれ。あ、待って、あげあげダイマックス、めっちゃ可愛い。いいね。わ、色合いもすごい好きな色だ。これは水色にピンクにオレンジかな。めっちゃ可愛いんだけど、あげあげダイマックスは言って自分もちょっと恥ずかしかった今。あげあげダイマックスセンス良すぎね、本当にめっちゃ素敵。魔法少女のステッキみたい。確かに。すごい。これでも写真撮ろう、ちょっと。どうやって、こうやってやったらいいか。こうやって持った方がいいのかな。こうやってやろう。おしゃれ、本当にすごい。ありがとう。もう SNS 載せていいよ。誕生日か、マリーゴールドらしい。1月20日。そうなんだ。初めて知った。なるほどね。オレンジめっちゃ好きな色だから嬉しい。いいよね、オレンジ。オレンジとか黄色とか好きなんよ。もともとね、ペンライトもね、黄色と水色もう悩んでて、ずっと。くらいね。暖色系も好きなので。嬉しいですね。めっちゃもう配色も、もう、おしゃれ、ほんとにここら辺が。もう可愛い。ほんとに可愛い。ちょっとさ、これさ、リボンさ、ちょっとさ、これ、あれ、ここにさ、これさ、ここに、これを止めるのについてた、ちょっとリボンを、ちょっとね、ちょっといいこと思いついちゃった。いいこと、で、いいこと思いついた。もっと可愛くなる、いいこと思いついちゃったやつね。本当にブーケみたい。あれ、こうか、ちょっと斜めっちゃ
ブーケみたい、かわいい。じゃーん、かわいい、いいね、嬉しい。本当にメッセージと一緒に飾ります。これもありがとう、メッセージも。こうやってスクショも一回撮ろう。いっぱい撮って、ありがとう。かわいい、マジでマジでかわいい。あの、いや、そこにね、棚があるんですよ。あの、この夏、去年の夏以来にの、あの浴衣のさ、でっかいやつ、なんとかファイル、個別なんとかファイルのでっかいあの浴衣の写真のやつ、あれとかも置いてたり、いっぱいアズミンのもの置いてある。そこにちょっと棚があって、そこに飾ろうと思います。そう、パネル写真のやつ、そこに、これ、この子も仲間入り、メッセージと一緒にこうやって。そう、あのね、ご飯とか食べたりする目の前にあるから、その棚がいつも目に入るところなので、こうやって飾って大切にします。本当にありがとう本当にありがとうね、嬉しいです。もう最高のプレゼントもらってばっかり、ありがとう。え、ハッシュタグも良かったしアザミンが好きみんトレンド入りしてたのめっちゃ面白かった。アザミンが好きみん、ハッシュタグも良かった。うん、トレンド、アザミンが好きみん。一瞬だけトレンド入りしたのね。面白かった、よかった、あれ。ありがとう、ありがとう、ありがとう。アザミンが好き。アザミン、いや、ファンみんなが考えそうだなと思った、ハッシュタグ。アザミンが好きみんは。え、たまたま写真メールで見たい。え、送る。うん。送る、棚。棚の写真。確かに早く生誕祭、できるようになりたいな。え、あずみんが好きみん、ほぼ一日トレンド入りしとった。ほんと？え、ほんとになんかね、岡田あずみは、ほぼ一日トレンド入りしてるぐらいだった、昨日。ありがたいことに、ほんとに。ね、ハッシュタグ。岡田あずみ、あの、生誕祭2024もトレンド入りしてた。嬉しい。嬉しい、嬉しい。ね、あずみが好きみ。いい。こんばんは。確かに、来年はね、生誕祭、できる？やりたいっていうか、もう絶対やるので昇格して来年の1月は生誕祭絶対するので、来年の1月の生誕祭盛大にみんなでやりたいね。そのためにも21歳全力で頑張ります。21歳、みんなのおかげで頑張れそう、めっちゃ。本当に一年はいるよ安心してください。もういます、いるよ、いなくならないですから、安心してください。安心して今年もあずみんのこと押してくださいこんばんは、こんばんは。しないよ、しないです。これからだから、もうもっとここから、今年がほんと大事なくらいの一年だから、安心して押してね。10年うん、安心して押してください
のね撮影もね、詳細は全然まだみんなに言えないんですけど、これもまた、そう、またね、いつか詳細出るときを楽しみにしてくださったら本当に嬉しい。嬉しいです。定年アイドル。そうだね、定年アイドルだから。定年まで言おうかな。こんばんは。だってアイドル、私はアイドル。手紙？そっか、じゃあもうゆっくり待ってる。そう、嬉しいな、そんなに気持ちのこもった手紙。ゆっくり待ってるね。じっくり書いて手紙。あ、私もこの前のあの時配信で読んだ手紙、明日のメールで送るね。明日のメールで送る。こんばんは。お話し会でつもつって、本当にお話し会ね、もう嬉しかった。うん、これが持続できるぐらい私ももっと人気つけれるように、ファンの方もね、たくさんの人に好きになってもらえるように頑張らなきゃなって思いました。本当にありがとう。もうみんなのおかげだから、昨日は本当に本当にありがとうね。こんばんは。思い切ってプロポーズ。21歳初プロポーズだよ。昨日プロポーズしてくれたら。プロポーズしてくれた人、初めての人になる。ねえ、本当に嬉しい。頑張ります。21歳も。あ、ニート時あずみしか。嬉しい。ほんとにかわいい、これ。どうやって作ってんだろう。めっちゃ触っちゃう。ほんま触りすぎちゃいけないよね。てんのよね、すごい本当にこれ。壊れないんですよ。かいさん結婚してありがとう。ありがとう。今日さ、聞いてください、めっちゃ恥ずかしかった話。すごい、もうなんか21歳初めての恥ずかしさ、ちょっと天然炸裂しちゃった話なんですけど、恥ずかしかったマジで。なんかさ、あのね、事務所でね、そう、今日さ、外の撮影行ってて寒くって、事務所帰ってきて、あ、ちょっとなんか事務所でなんか作業してたんですよ。で、その、だから、あったかいお茶飲みたいなと思って、その、マネージャーさんに、あったかいお茶飲んでもいいですかとかって言って、あの、茶葉をもらってね、紙コップ入れて、あの、あれがあるので、お水があったかいのとか冷たいのとか、ビジューって出てくる、あの、機械があるので、それでこう、お湯を出そうと思って、茶葉入れて、こうやってセットして、
お湯をね、出そうと思った時に、なんかそのお湯を出す時の、なんか、温水ってスイッチを3秒間、1、2、3、トゥルルンみたいな音が鳴ったら、手離して、水ボタンを押したら、お湯が出るんですよ。そう。で、っていうのを教えてもらって、さ、音が鳴ったら、お湯が出るって知らせだからね、みたいな感じ。マネージャーさせてもらって、わかりました、とか言って言いながら、こうやって、入れてたんですよね。んで、入れ終わった後に、なんか、普通だったらさ、このなんかティーバッグみたいなのがさ、下に下がるじゃん。なんだろう。お湯が、ティーバッグがあって、お湯を入れたらさ、ティーバッグってちょっとは沈んで、それでなんか出汁というか、なんて言うんだろう。お茶がさ、ジュワーンって、滲み出てきて、お茶が完成するじゃん。でもなんかティーバッグが全然下に下がらんかったんよ。で、なんで今日、ティーバッグが下に下がんないんだろうと思いながら、こうやってずっと持って、まあ、いつか下がるかなと思って、下がんなくてもお茶は飲めるかな、出汁は出るかなと思って待ってたら、全然色も出てこなくって、ちょっと経ってても。そう、あれなんでだろう、おかしいなとかと思ってたら、マネージャーさんに、それお水じゃないって言われて、えって言って、そう、お湯じゃなくないって言って、飲んだら、めっちゃ、じゃあ、常温水だった。いや、本当だと思って。お湯、なんかね、その、お湯ボタンの、が、音の鳴り方が、めっちゃ難しくって、押した時もトゥルルンって鳴るんですよ。で、そっから3秒押したら、トゥルルルルンって長めのやつが鳴るんだけど、そのトゥルルルルンの長めじゃなくって、押した時のトゥルルンが正解だと思って、そう。ちゃんとお湯に切り替えるボタンができてなかったらしくって、そう。で、マネージャーさんに正しいお湯を出してもらったら、もう全然持った時の厚さも全然違うんですよ。平気で持てんぐらい紙コップだからさ、お湯が入っとったら平気で持てんぐらいなのに、思い返せば確かに今さっきはお湯が入っとるはずなのにめっちゃ平気で持っとったなと思って、私お湯が出てくる時の立ってる時の厚さも違うんですよ。は、そう、だから、恥ずかしかった、めっちゃ。お湯じゃなくって、ただの常温の水で、ティーバッグ、水こし、あ、お茶こし、あ、出してた。出汁を出してた。恥ずかしかったです。そう。次やったら、しっかりティーバッグも沈んで、もう、10秒も待ってたら、すぐに出てきました。色も、あれも。すぐにちゃんとお茶になった。うん。水出ししてた、ほんま。いや、全然出ないなと思って、色が。いや、3人は別室にいたの。そう、別室いて、自分だけお茶飲みたくって、そう。マネージャーさんと一緒に、その事務所、別の場所のお湯が出てくるところにいたから、三人は知らない。いたらもう、やばいですよ。めっちゃ言われてるから。朝に何してんのって。って言われてるからよかったです。ほんといなくって。あずみ一人だけしかわからない話。そうだよ。何もしてなくてもいじり倒されるんだから。そんなことしたらもう、そうですよ。何やってんの？やばい。バラさないで、みんなに。バラさないで。恥ずかしいからバラさないで。確かに。ダメ。ダメです。水出し紅茶。言い訳、水出し紅茶だから。なんかそのカモミールを飲ましてくれて、美味しかった。カモミール、あんまり飲まんのんだけど。
美味しかったですね。多少だけ厳しい、厳しいんですよ、もう涙涙厳しいんです、もう。で、水出し紅茶飲んだことないかも、私。あったかいのぐらい、あったかいのしか、紅茶、飲んだこと、あ、飲んだことはないことはないかもしれんけど、だいたいあったかいので飲む、やっぱり紅茶。ティーバッグ、水のペットボトル入れてめっちゃ振ると水出し紅茶、え、そうなんだ。こんばんは。やっぱお湯よりも水の方があれなんか茶葉が出にくいんかな、浸透しにくいんかな。めっちゃ遅かったもん、全然浸透されんかった、浸透されんというか全然色もあれも出てこんかった。そう、遅いなと思って、なんで今日こんな遅いんだろうと思ってた。お湯ですらよし、じゃあ団長読もうかな、そろそろ58分や。13位影37さん、ありがとう。12位ひーくん、ありがとう。11位ひるやすみさん、ありがとう。10位ぬっしーさん、ありがとう。9位こうじさん、ありがとう。8位みやこうちゃん、ありがとう。7位こいさん、ありがとう。6位ひげめがねさん、ありがとう。5位くまねパパさん、ありがとう。4位りおさん、ありがとう。3位ゆずきちさん、ありがとう。2位ともさん、ありがとう。そして1位はドゥルル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 ルバン、しんごさーんありがとうございました。ありがとう、ありがとね。明日は朝配信お休みします。明日は最初休みして、水曜日はする朝配信、水曜日します。じゃあ、ねえねえあずみんで終わるね。せーのって言ったら、ねえねえあずみんって言ってください。いきます。せーの。なーにー。ありがとうございました。バイバーイ。またねー。おやすみー。